こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。カタ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 、前岩手県民、秋田と同格扱いされていることに泣く。人より熊の方が多い県と一緒にしないでくれ。腹立ってきたから盛岡冷麺食ってくると。ふぅ、東北ナンバー2のザワどちらに、レディー、ファイ。冷麺の麺は美味しいけど、冷たいのが苦手。温かい冷麺出してほしい、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、ファミ通さん、隠蔽してしまう。大丈夫？アサシンクリード、以後アサクリの最新作アサシンクリードシャドウズがとんでもないことになっています。アサシンクリードシリーズは UBI ソフトによるステルスゲーム。2007年にアサクリ無印を発売して以降世界中でプレイされ、そのアクション性、爽快感は高い評価を得ています。私はいつまでも小島のメタルニアを待っているぞ。さて、そんなアサクリ最新作、アサクリシャドウズが今年11月15日に発売されることになったのですが、その内容がぶっ飛びすぎだと、海外を中心に炎上してしまったのです。一体何があったの？まず主人公、本作は日本の戦国時代を舞台にしているのですが、なぜか主人公が黒人。あ、これホライゾンでやったとこだ。どうせ主人公はゲイで、DLC で突如出ていたアジア系のブサイクと幸せなキスをして終了するやつだ。ゲーマーにポリコレの概念をこれでもかと教育したホライゾンの罪は重い。いくらポリコレ推しでも唐突な黒人はいかんでしょ。私レベルの脳破壊耐性がないと爆発案件だよ。これをネトラレと解釈できる脳に耐性。いえ、一応主人公のヤスケは戦国の世に実在した人物です。宣教師の奴隷でしたが信長に気に入られ、以後彼に仕えたのは史実とされています。しかしそんなヤスケのことを知らない人は、戦国時代のジャパンに黒人いるわけないだろうとブチギレてしまっているのです。ほん、実際に日本にいた人を主人公にしてるなら問題ないかな。ところが、実在した人物を主役にしたというのがまた問題となっているのです。どういうこと？今までアサクリシリーズでは実在の人物を主人公に据えたことはなかったのです。ではなぜ今作はヤスケという実在の人物を扱ったのか。これは日本を舞台に黒人主人公を出すための大義名分ではないのかと、これまた炎上してしまったのです。ヤスケという日本史においては激レアなサブキャラの黒人をなぜわざわざ主役にするんだというわけか。その通り、海外のネット民たちはヤスケという日本人におけるサブキャラをあたかも重要人物として侍の主役にするのは文化盗用だとブチ切れているわけです。ちなみに女主人公の直江はいつものアサクリと同じくシリーズの舞台で生まれた架空の存在です。ブスに描写していない、マイナス30ポリコレポイント。さらに先日、こんな記事が。 Ubisoft appears to confirm Assassin's Creed Shadows protagonists Yasuki and Naoe are LGBTQ+。 スープカレーとかいう食べ方がよくわからんカレーの存在に、カレー雑炊でいいじゃん、 LGBTQ+ の鋭い意見か。そうですね、UBI ソフト、アサシンクリードシャドウの主人公ヤスケとナオエが LGBTQ+ であることを認めた模様ですね。インタビューにて UBI ソフトは、ロマンスの選択肢について、ロマンチックな面でも、彼らは様々なタイプの人々を引きつけ、また引きつけられるでしょう。手を介して、プレイヤーは多くの関係を経験することができます。と答え、同性との恋愛の存在を匂わせました。お前ら本当そういうの好きだよな。そういうわざとらしい LGBTQ は誰も望んでないんだよ。よし、ここで一発、ゆずきずを披露して本物とは何だろう。いたしません。さらにファミ通が UBI ソフトにインタビューした際のコメントも問題となります。忍者のナオエをオリジナルキャラクター、侍のヤスケを歴史上の人物にした理由は？ヤスケについては、まず、私たちの侍、つまり日本人ではない私たちの目になれる人物を探していましたが、これは当初からポルトガル人と来にまつわるストーリーが日本の危機を語る際に非常に優れた方法だと考えていました。この私たちの侍という部分が日本が舞台なのに花から日本人を起用する気がなく差別主義だと、これまた炎上してしまったのです。厄介な奴らが出てきたものだ。アサクリシャドウズは文化盗用だ、黒人主人公反対という声は主に海外からのもので、日本国内においてはそれほど批判されていませんでした。しかしこの私たちの侍、私たちの目になれる人物というインタビュー文は、操作キャラとして日本人はふさわしくないという趣旨として捉えられ、日本人からも反感を買うことに。さらにファミ通さんは、なぜかこの私たちの侍の下りの一文を記事から削除、サイレント修正を行ってしまったのです。ファミ通、嘘だよな。お前らは UBI ソフトに忖度したのか。
アンチオツ、ファミ通さんは少数点以下の確率でレアアイテムを盗めることを教えてくれたり、無料で遊べちまうゲームに満点を出すなど、正確な情報をゲーマーにお届けしてるから。ネット民の反応は、消したってことが本心だったってことだろ。まあ日本人なら何も言わんやろ精神。舞台に選んだならリスペクトを持てよ。ヤスケも地獄で信長と泣いとるわ。そんなに黒人問題扱いたいならアフリカ舞台にしてがっつりやればええのに。外人が購買層なら外人視点でええやろ。クオリティの低い文化描写なら納得やけど、こっちが燃える意味がわからんわ。ダブル主人公で片方日本人で、もう片方は外国人にしたかったってことでしょ。これなんか問題あるんか。と様々な意見がありました。個人的にはこの話はノンフィクションですと公言してないならまあいいかな。ゲームの中のお話ですから。私は人を転がすゲームアニメは子供に悪影響を与えるという意見に対し、創作と現実は区別しろよという考えを持っています。なのでゲームはゲーム、史実は史実と区別します。ただ差別云々はともかく、ポリコレ要素を無駄に取り入れてゲームが面白くなるとは思いません。ゲームの本質ってユーザーが楽しめるかどうかですからね。なんか目的を見失ってる感はありますね。皆さんはどう思いますか。よければコメントくださいね。定期 UBI ソフップさ、歴史上の人物を勝手に LGBTQ にして失礼だと思わないのかい。日本のゲームメーカーを見てみろよ。アーサー王、ジャック・ザ・リッパー、レオナルド・ダ・ヴィンチは史実に基づき美少女化。曹操もエッチ大好きな美少女として忠実に描かれています。これでよく海外からヘイト買わないよな。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きまして、ボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。驚法、世界のリーダーとなる国、あそこだった。世界の統計データ紹介やアンケート企画などを行う海外の X アカウント、ワールドオブスティティクティスのアンケート結果が話題です。世界のリーダーにふさわしい国は、全世界に向け投票を行った結果、13万5429もの票が集まりました。結果は、アメリカ 21.7%、 ドイツ 14.3%、 インド 27.6%、 そして日本、なんと 36.4%。 まさかの日本が世界のリーダーとなる国に選ばれてしまいました。ちなみに第2ラウンドではロシア、中国、インドという強豪とバトルの末、圧倒的勝利を収めた模様。ビプランではインド勢力が必死にポチキャンしているのが印象的でした。世界のネット民の反応は、アメリカ、失敗した。ドイツ、二度挑戦し失敗した。インド、ノーサンキュー。日本、彼らが挑戦する価値がある。インド、どこの国も侵略したことがない。ドイツ、冗談だろ。現政権では自国で仕事なんてない。ドイツは間違いなく適切な指導者と適切な政策があれば世界をリードできる。技術的な発展、経済的な影響力、文化的な広がり、ビンフへのコミットメント、そして人々の規律正しさなどを総合すると、これらの国の中で日本がベストな選択だと思う。俺は日本を選んだんだが、日本の経済や政策は世界をリードするみたいな独裁国家を目指すものじゃないからだ。日本は賢く金持ちで冷静な男みたいだ。インドは世界のリーダーへの道を歩んでいる。なお、インドさん等の意見がありました。個人的には、日本はいい国だけど、リーダーには向いてないと思います。皆さんはどう思いますか。よければコメントくださいね。定期。それでは、あかりさん一言、どうぞ。ようやく世界が静岡の魅力に気づいたか。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。世界のリーダーに日本がなったらとかけまして、連絡が途絶えると解きます。その心は？どちらも頼りないでしょう。ご視聴ありがとうございました。